アウアリクム包囲戦は、紀元前52年に行われたガリア総督、ガイウス・ユリウス・カエサル率いる、共和制ローマ軍が、ビドリゲス族のオッピドゥムであったアウアリクムを攻撃した、戦闘である。また、アルウェルニ族のウェルギンゲトリクスがカエサルと、初めて交戦した戦闘として知られる。紀元前52年、カルヌテス族がケナブムを攻撃して、 街にいたローマ市民を多数殺戮したという知らせが、全ガリアに広がった。また、イタリア本国でも、マルクス・カトや、ルキウス・ドミティウス・ラ・オプティマテスがカエサル派を転覆させるべく活動していたことも、ガリアまで伝わっており、これらの機会を得てウェルキンゲトリークスは反ローマの、ガリア人勢力を吸合し、カエサル率いるローマ軍に対し武装放棄した。 ウェルキンゲトリクスらが放棄したという情報を、イタリア本国で受けたカエサルは、ローマ軍を率いて、ガリアへ向かい、ウェルラウノドゥヌム、ケナブム、ノーイオドゥヌムで勝利を重ねた。さらに、ローマ軍は、食料や物資の補給を寸断する目的で進出したガリア、連合軍に対するため、紀元前52年の冬に、アウアリクムに到着した。 三度の敗北を受けて、ガリア連合軍の総大将であるウェルキンゲトリクスは、作戦の変更を固め、ローマに対して、反旗を翻した部族の会議を召集し、ウェルキンゲトリクスは、ローマ軍との戦闘を避けて、物資の供給を寸断して持久戦に持ち込む方針を発表した。ウェルキンゲトリクスの方針決定を受けて、ガリア軍側は、 ローマの物資挑発部隊の行動範囲内にあるすべての町を破壊し、焦土戦術により焼き払った。しかし、ビトリゲス族は天然の溶害であるアウアリクムをローマ軍が攻略するのは不可能であると主張し、ウェルキンゲトリークスもアウアリクムを焦土戦術の大障害とすることで了承した。なお、カエサルもアウアリクムは、 ビドリゲス族の領土で最も大きく健牢な守備を持ち、地味豊かな町であったとガリア戦記に記している。カエサルは、アウアリクムの城門へと姿を現したが、ウェルキンゲトリクスは軍を約15マイル長の外へ動かしていた。そのためカエサルは、戦うことも、食料を挑発に行くこともできなくなった。カエサルは同盟者であったハエドゥイ族とボイ,イ族へ、 食料を送るよう要求したが、ハエドゥイ族はウェルキンゲトリクスによる反乱へ合流する構えであり、一方のボイ族は余分な食料を持たなかったため、カエサルの要求を満足させることはできなかった。ガリアでの食料調達に支障をきたす中で、ローマ軍の食料事情は深刻な急防状態に陥った。カエサルは陣営を回り、兵士たちに対して食料が あまりにもないのならば、包囲を解いて撤退すると言った。しかし、ローマ軍の兵士は、ガリア人によって殺害された、ローマ人たちの復讐を果たすまでは、不名誉に包囲戦を終われないとカエサルに抗議した。この回答に満足したカエサルは、アウアリクム攻略に、効果的と考えられる包囲装置の考案、設計を始めた。カエサルが、 包囲陣の建設を継続させていたとき、ウェルキンゲトリクスは、自軍の騎兵部隊を率いて、食料を集めている、ローマ軍を擁撃するために、軍英知を動かした。アウアリクム包囲戦、婦人図この動きを察知したカエサルは、ウェルキンゲトリクス率いるガリア軍の主たる、ジム英知を威嚇するために、真夜中のうちに軍を進めた。手薄になったガリア軍の陣英知を救援するために、 ウェルキンゲトリークスは軍を再び主人英知へ引かせたのを受けて目的が達せられたとしてカエサルは退いたその間にもアウアリクム住民やガリア連合軍による襲撃やローマ軍の軍英知への攻撃をやり過ごしてローマ軍の工場装置は建設から25日間を費やして完成した直ちにローマ軍は工場島を前進させたが大変な嵐が巻き起こった この幸運な嵐が工場作戦に有利な状況をもたらすとカエサルは考えた。天候の悪化によりガリア兵士の注意力が散漫になっていたことを見て取ったカエサルはそれを利用して工場等を駆使しつつローマ軍兵士を動かしてアウアリクムへ猛攻を仕掛けた。攻撃によりアウアリクムの城壁はローマ軍に占領されたためアウアリクムの住民は 市内の広場へと撤退し、最後まで戦うことを決めて、設計陣形を組んだ。しかし、ローマ軍団の兵士は、ガリア軍を見て、ローマ軍が占領し、安全な場所であった城壁から離れずに、住民を包囲する体制を取った。ガリア軍の守備隊をパニックが襲い、彼ら全員が、逃げ道があると思ったところへと殺到した。ローマ軍は、25日間に及ぶ。 食糧難と大きなフラストレーションによって、アウアリクムの城内にいた4万名のガリア人を見境なく襲いかかり、アウアリクム住民のうちでわずか800名だけが逃れたに過ぎなかった。アウアリクムを占領したローマ軍は6月の初めまで、城内で軍団兵の食糧を満たして休息した後に、カエサルはアルウェルニ族の主流であるゲルゴーヤへと向かった。プルタルコス、英雄伝。 カエサル二十六、カエサル、ガリア戦記七点一三、カエサル、ガリア戦記七点二四、カエサル、ガリア戦記七点二八。ありがとうございます。